皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、KK でございます。今回もポケモン BW2 ランダムマッチ実況プレイを行っていきます。今日はダブルバトルをやりたいと思います。久しぶりなんだダブルバトルは。だからもうアメッパの使い方をちょっと忘れてる感じなんで、勝てるかなっていう感じですね今。でも最近自由になったんで、動画をバンバン出せるようになってきたので、まあどんどん出したいと思います。で、何かランダムマッチ以外に何かリクエストがあればお答えはしたいと思います。リクエストがある方はコメントの方に書いてください。長いですね。ちょっと今何時だったか、今9時半ぐらい、夜の。人はいるはずなんですけどね。長いですね。長いね。なんでやろ。あ、アメッパ言ったっけな。言ったかもしれないですけど、新たにガブリアスを加えました。で、パーティーはニョロトノ、キングドラ、ナットレイ、サンダース、ヘラクロス、ガブリアスというパーティーになっていますすいません。もうちょっとなんか変えたいなーっていう感じがしますけど、まあ、今回はそういうアメパー、今のアメパーはこの6匹でやっています。長いですね。長いね。飛ばしたい方は飛ばしてくれてもよろしいですよ。長いね。長い。長いねー。なんでやろ。特に話すこともねえな。なやるな。お、来ましたね。やってきました、やってきました。トビさん。大阪の方ですね。なかなか強そうですね。相手は、オービム、メタグロス、アバゴーラ、ゴーカザル、ジャローダ、ローブシン。おー、なかなか見たことないパーティーですね。ゴーカザルとメタグロスはよく見るんですけど、残りの4匹はあまり見ないのでちょっと怖いですね。戦闘は何にしよっかな。戦闘はどうしよう。なんかいいのないかな。どうしよう。そうかな。じゃあ今回のパーティーは、ニョロトノ、サンダース、キングドラ、ガブリアスというメンバーでいきたいと思います。相手まだ考えてますね。まあ、こっちアメパやからな。相手のその作戦っていうのは全然見えない。トリックルームっていうのありそうかな。覚えますかね、オーベム。では対戦よろしくお願いします。覚えたっけな、トリックルーム。トリックルーム使ってきたらもうなかなか厄介ですね。まあ、オーブンとメタグロスが来る感じかな。あ、じゃあメタグロスとローブシン。なんかすごいパーティー来ましたね。どうしようかな。どっちが怖いやら。根性のローブシン怖いな。でも地震も撃ってくるしな。ハイドロポンプをメタグロス。で、雷をローブシンに撃っていきます。
素早さは勝って言うけど、こ相手はバレットパンチにマッハパンチもあるだな。どうなるやろ。難しい。なかなか難しい戦いやな。考え中。考えてますね、相手。考えるね。長い長い。相手の動きが怖い。ちょっと何してくるかほんまわからんでな。メタグロスはまあ600族やから強いっていうのはわかるんだけど、なぜ相方がローブシンなのかがわからない。なんでやろ。サンダーソン雷、まあ当てていきます。雨降らしなんで当てて、どこまで削れるかを、まあ、なかなか削りましたね。ハイドロポンプ当たらない。まあいつも通りのこの当たらない感じ、もういつも通りですね。なぜニョロトノに相手間違えとるやろ。雷パンチ、あーニョロトノを先に落とす作戦でも耐えるんだな。ニョロトノは耐えなかった耐えんかったな。耐えると思っとったけど耐えなかった。ではもう大本命キングドラを出していきましょう。もうこっからもうキングドラ暴走モードが入るんで、もう入るかな。どうしよっかな。ハイドロポンプをメタグロスで、サンダースは雷をもう一回ローブシンに。ローブシンマッハパンチ打ってきそうやな。メタグロスはまだコメットパンチかなと思うんですよね。ローブシン、あ、打ってこない。お、ハイドロポンプが当たった。運がいい。どこまで削れるか。できれば落とした。来た、落とした、落とした。オッケーオッケーオッケー。落としましたね、一発。さすがキングドラ。で、雷でローブシンを落とす。お、順調、順調。なかなか順調ですね。久しぶりに雨は使ったけど、なかなか順調にいけてますね。次が、ゴーカザル、やってほしい。オーベム。オーベムがわからない。なぜオーベムなの？アバゴーラ。アバゴーラか。アバゴーラ怖いなぁ。アバゴーラから破ってきそうやからなぁ。ハイドロポンプを、オーベム。ここは、どうしよう。すいませんね、ちょっとなんかいろいろあって、どうしましょう。じゃあ雷をアバゴーラに打ちますか。あー、守った。ミスったかな。まあ、ハイドロポンプを当てていく、当てていく。で、落とせるか、落とせるか。落とせた、落とせましたね。雷は当たらない。まあいいでしょう。キングドラはハイドロポンプ、サンダースはボルトチェンジしましょう。ん、相手考えてますね。残り1体もんな。相手どうする。降参か。で、どうする？あえて考えてますね。こっから勝てると思ってやっぱ降参ですか。で、対戦ありがとうございましたあ、すいません。おー、久しぶりのアメパーで勝てましたね。やっぱり定期的に使っていきたいなと思いますね。アメパーやっぱり強いですね。アメパーは。時間もだいたい来たので、
今回はこれで終わりたいと思います。ではまた次回の実況で会いましょう。さよなら。